藤谷蓮次郎です。記憶旅行と題しました。当チャンネルご覧いただいてありがとうございます、えー。今日も私の大好きなアーティストの1曲ご紹介いたしますので、えー、まあ、5分間くらいで終わりますので、えー、最後までゆったりした気持ちでお付き合いいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。なおですね、えー、このアーティストの曲は、あおそらく、えー、リンクがですね、この動画の末尾か、 え説明欄に貼れますのでぜひともこの動画をご覧いただいたらあその、えー、アーティストの曲の方に飛んでいただけるとありがたいですこちらもよろしくお願いしますまたチャンネル登録といいねの方もできればよろしくお願いいたしますそれでは参ります今日は1980年代傑作アルバム「えー、全曲アプローチ」の中の1曲として、まあ、1枚として ARB のトラブル中毒というアルバムを取り上げておりますがその中で レコード時代は A 面の最後の曲です最後の曲になりました5曲目ですピエロという曲です石橋良さん田中一郎さん ARB のメンバーこのトリオはいつもほぼ変わっておりませんこのピエロという曲は最初、まあ、リズム体から始まりましてたッたッたッタッタというあの腰から持ってかれるようなリズムで始まりまして 非常に分かりやすいメロディーとその中に作られているドラマをきちっと伝えてくるような、まあ、バランスのいいメロディーで聴、えー、かせてくれる曲です。石橋亮さんのボーカルが入えます、えー。じゃあその詩は何を言ってるかというと、えー、社会的なはぐれ者、まあ、いわばピエロとしていろんな街を旅して歩いてサーカス団のイメージなんですかね旅して歩いてあっち行きこっち行きして えー、唯一友情を買わせた相手、えー、その相手とはぐれて、えー、よそ者、どこに行ってもよそ者でしかない俺たちだけど、お前へとの友情とか、お前への思いを忘れてないんだ、お前を探し続けるんだというメッセージになっています。 この辺がですねその当時のロック、まあ、何べんも同じこと言ってごめんなさいね、あの若い子たちは、えー、若い方たちは、こうなんて言っちゃいけないね、えー、若い方々なんか藤田にいつも同じようなことをというふうに言われるんですけど、お思いになるかもしれませんが、えー、当時のロックというのは、社会に対する反抗、えー、それをね、尾、えー、崎豊さんが出てくるくらいになると、大人と子供というのに切り替えた節がある。 もちろん大人と子供の対立ではあるんだけど、それも含まれているけど、それ以上に社会的な問題みたいなものに対して切り込んでいく、それも恵まれてない立場の男の子たちの立場からどんどん行くという人が多かったというか、ある程度いた、その中の一番男前なボーカリストを持っているのがこのグループだと僕は思うんです、すなわち石橋亮、そしてそういうことに興味を持っていたのがこの亮さん、石橋亮さんだったと思うんですね。 これも今から考えればですよ特にあの人生のベテランの方々もちょっと考えていただくと例えば今の社会であるいじめとか阻害の部分ですね、えー、とこれがあ、まあ、ちょっと難しいこと言うと社会学なんかでは過剰包摂社会っていうんですけども対立してたはずのものがぐちゃっと一緒になったがゆえにこのぐちゃぐちゃっと一緒になっているものから弾き出されることはすなわちもう そこで生きていけななような意味を持つそんなようなこう対立構造がなくなったゆえにフラフラしてるそうするとこの中で対立構造がなくなくった大きな対立構造を感じられない世界になると身内に近いところにどんどんぶつける対象を見つけていくということになるでしょうでこのピエロというのはまさにそれを先取っているような感じが私にはするんです普通の社会のありふれた人たちの中で浮いた存在になる2人 ここから交わされている友情でただ、その人たちは多くの集団の中に混ざっていくと一種ピエロを演じるしかないあるいは太宰治という作家の小説人間失格のキャラクターみたいな意識過剰な人たち自意識過剰な人たちかもしれないけどそのどっか集団に馴染まないけどもその馴染めないなりにあちこち行きながら出会った二人の友情 ただし社会から弾き飛ばされていくのでメインストリームから弾き出されていくのでお互いを探して探して生きていくえそんな漂白の思いが叩きつけられるように歌われているのがこのピエロという曲です、えー、小難しそうに説明しちゃいましたけど、えー、実際はシンプルにロックとして、えー、よくできたロックサウンドですぜひ知らない人は聞いてみてください今日も、えー、その動画の説 これど今の喋ってる段階でどうなるかわかんないんですが説明欄かこのラストの今この辺りにそのピエロが貼り付けられてるかもしれませんのでぜひお聴きくださいチャンネル登録といいねもお願いしますさあ次回から B 面、えー、まあ B 面の1曲目はもちろん皆さんご存知の w a l is over です、えー、また来週お会いしますそれでは失礼します